キャンシステム株式会社は優先ラジオ放送の会社。本社は東京都品川区上大崎。社名のキャンはケーブルオーディオネットワークの頭文字である。旧社名は日本音楽放送。ケーブル放送網での音楽提供と衛星受信可能な地域ならば日本全国で聴けるスペースディーバ、ビジネスディーバと呼ばれる衛星放送を主とする。 優先放送業界第2位であり、株式会社優先に次ぐ規模となっている。1962年に創業。前社長、工藤博士が自由が丘3県茶屋付近で街頭放送を行い始めた後、音楽放送を各飲食店などに配信したのが原点。その後、横浜、新宿区柏木町へ優先音楽放送業として、 日本音楽放送を設立し、関東周辺に数十カ所営業所を設けて、全国展開した結果、最大営業所数200カ所までとなった。1968年から始まった、日本優先大賞を主催する全国、優先音楽放送協会に加盟している。2018年10月1日付で、優先ネクストホールディングズの完全子会社となり、10月に、 同社の宇野康秀と同社市会社優先の田村、君正が、キャンシステム取締役に就任し、十一月には、キャンシステム代表取締役の工藤吉美高が、優先、ネクストホールディングズ取締役に就任した。二千十九年十月より、長らく行っていた、自主制作版などでリリースした作品を、アーティスト自身が、優勝登録するリクエスト楽曲登録の受付を、 終了した。2003年7月、郵船と日本ネットワークビジョンは、CAN システムの従業員496名を一斉に引き抜いて、日本ネットワークビジョンに移籍させ、これらの元従業員を使って、CAN システムの顧客5万件以上を不法にダッシュした。公正取引委員会は2004年9月14日、これら一連の行為が、 独占禁止法に規定する指摘独占に該当し、独占禁止法第三条に違反するとして両者に対して排除勧告を行った。両者はこれを欧奪したため、公正取引委員会は同年10月13日、両者に対して当該勧告と同種子の新結を下した。2005年7月28日、キャンシステムはこれら一連の不法行為により損害を被ったとして、 郵船に対して約113億円の損害賠償を求める訴訟第15,368号損害賠償請求反訴事件を提起した。一方、郵船はキャンシステムが郵船ラジオ放送業務の運用の規制に関する法律に違反していると主張し、キャンシステムに対して約142億円の損害賠償請求訴訟を提起した。 2008年12月10日、東京地方裁判所は、郵船に対して、キャンシステムが被った損害の賠償金として20億5189万7081円の支払いを命ずる一方、郵船の請求を棄却する判決を下した。その後、双方ともに控訴したが、2010年7月29日に、東京高等裁判所にて郵船が、 キャンシステムに20億円の賠償金を支払うことで和解が成立した。キャンシステムユニオンは2006年5月13日に結成され、会社に対して2006年5月30日に結成通知を行った。その後の組合加入の呼びかけにより、全国で約250名以上が加入している。東京地方裁判所は2009年10月28日、 日本ネットワークビジョンに移籍した退職者の行為は、著しく、審議に反する、配信的行為であるとし、退職は懲戒解雇理由にあたり、退職金を受け取る権利はないと判断した。ありがとうございます。